沖縄には知恵があるんですよね。どっか根っこの部分で沖縄は琉球のまんまでいる部分があるんですよね。沖縄っていうのは実はいろんな層があって、我々内地の人間、要するに山和民族からすると表面しか見えてなくて、実際に行ってみて、話聞いてみて、時間かけてじっくりと見ていくことによって沖縄の深い知恵っていうことに気がつくんですけど、僕も長いこと沖縄と、えー、触れ合ってきて感じたことが今回聞くんじゃないかなってちょっと思いました。 「絶望に効く薬2022夏」は沖縄の思想沖縄の本質なんじゃないかなとちょっと思ったのでこの話をします。そんな感じで,ですね僕がまあ沖縄にハマったの結構 結構古いんですよね。で、実は憧れの島だったんですよね。22、3、大学卒業する前後ぐらいですかね。あの、綺麗な海に潜りたかったんですよね。で、潜るっつってもお金ないんで、ダイビングなんかとてもできないわけですよ。で、シュノーケリングでいいから、綺麗な海に潜りたいと思ってたっていうかね、まあ時代もバブルだったんでね。とにかくリゾートに行きたいんですけど、高級ホテルに行きたいわけじゃないんですよ。そんな贅沢しない。<laughs> とにかく綺麗な海に潜りたいと、綺麗な魚を見たい。できればサンゴも見てみたいと思っているような人だったんです、それが たまたま自分が持っている生物オタクっていう気質がですね、カメが大好き。えー、もう僕の中にある動物が大好きっていう気質っていうのをまあ、当時の恋愛、ポップな恋愛、バブル期の恋愛っていうののいろいろな要素は入れてビーバージンっていうのを書いてなんとか食えるようになったんですけど、でもうようやくヤングサンデーっていう雑誌で始まった連載ビーバージンが軌道に乗った頃にですね、出版社の忘年会の二次会でビンゴがありましてですね、その時に最後に僕ともう一人が 決勝戦になったんですよねビンゴというよりは、ビンゴの上についている数字かなんかで決めるっていうやつだったんですけど、僕の持っている数字と、その人が持っている数字、どっちが当たりだったか、みたいな感じの決勝戦なんですけど、そこで僕勝つんですけど、その時の相手がですね、内田春菊さんなんですよね。<laughs> これがなんかすごい笑っちゃうんですけど、でハワイ旅行があったったんですよね。これがすごいですよね。さすがバブル期の出版社って感じですよね。 おめでとうございます。ハワイ旅行ですからね。だけど僕その当時、ハワイ嫌いだったんですよ。行ったこともなのに。ハワイよりは、できれば石垣島に行ってみたいっていう風に編集者の方に言ったら担当者が気使ってくれて、ああ、いいですよと。だったら石垣にしましょうかみたいな感じで石垣島に行くっていう。つまり出版社のくじで当たった沖縄旅行で初めて行ったんですよね。その時に石垣島の体験っていうのがあまりに素晴らしかったんで、これがビーバージンに出てるんですけど、天国かと思ったんですよね。天国ビーチですよね。あまりにも美しかったんですよ、自然が。海も綺麗だし。 砂浜も綺麗だしとにかく元気だったんちゃう何もかもが島全体が放ってるエネルギーが強かった生命エネルギーですよねこれは後に大使でもすごく感じたんですけど植物の力動物の力みたいなのものすごく感じてめちゃめちゃテンション上がったんですけどとにかくレンタカーが来ない約束の時間にレンタカーが来ないそこで僕は一,一発沖縄の洗礼を受けるんですよねもう一刻も早く外に出たいんだけどロビーで何時間も待たされるというねあこれは後々は わわかるわけですよね、これが沖縄だっっていうことに気ががくってそっから話が始まるわけです、ねでね、沖縄の人はね、弱く見せるのが上手いんですよね。だから僕の友達も弱く見せるっていうかね、まあ、一番分かりやすいのはゴリっているじゃないですか。沖縄のお笑いタレントのゴリさんとかね、スリムクラブの二人とか、あとビギーンとか、みんなどっか威圧的じゃないですよね。ちょっと優しいですよね。で、あの人たちみんな共通して声質が優しいんですよね。どっか。僕の知っている人たちもみんな声質が優しいんですよね。 なんか、対立するように見えて、威圧してこない人たちっていうか、ヤンキー多いのに威圧してこないっていうか、まあ、もちろんね、どこでもやばい奴はいるんですよね。八重山の人たちでもやばい奴はいるよねって話は随分聞きましたし、それあるんですけど、裏沖縄とかやばい沖縄ってあるんですけど、それはこっちも一緒なので、歴史的に考えて、あの狭い島で、対立したところで、誰も得しないんですよね。ていうか、そこで生きていけなくなっちゃうんですよね。助け合いながら生きていくしかないっていう、そういう狭い島なので、 でだから、そこで生きがって、えー、俺が俺がってやったところで、えー、無理なんですよね。そんなこ,こんなで、生きってんだけど、武をわ,かわきまえるっていう。で、これがあの沖縄の成人式に現れるんですけどね。めちゃくちゃ生きってるんですけど、親孝行だったりしますからね。親孝行ヤンキーっていうのは、カリし五58っていうミュージシャンに取材に行った時に、も、ま、う、あ、アンマーって曲書いてるんですけど、お母ちゃんごめんねっていう曲書いてるんですよね。まあ、これが沖縄だなってすごい思いますね。結局、やんちゃできる限界みたいな 分かってるんですよねここだと思うんですよね今の時代ってねもうね戦争できないんですよね本当は戦争したらどうするんだって話にして武器が、えー、必要だっつって軍需産業は動くっていう風にそういった章を表で見せられてますけど原発が53機ある国で日本海側にずらーって並んでてミサイルがありますからせーのでミサイルそこに打ち込まれたらもう終わりなんですよね一発打ち込まれただけでもおしまいですよ福島のあの騒ぎを思い出してもらえればわかると思うんですけど、えー、戦争は不可能 そうなんですよっていう時代なんですよね。各国そうですよね。各の時代に入ってからはもう睨み合いでしかないし、局地戦で,でしかないし、あとは代理戦争でしかないんですよ。だから今回のウクライナも何らかの代理戦争ですね。だからアフガニスタンからウクライナに代理戦争が起こって、世界中にいろんな代理戦争、もしくは革命をめぐるゲリラ戦みたいなことが続いてるということのフェーズです。実際のところは、えー、昔のような戦争はできないし、戦争によって国が良くなるようなことはもう幻想で しかないっていうか不可能なんですよね。つまりねマッチョはもう生きていけなくなっちゃったんだよね。そのマッチョ 長が生きてていいいいいいけるのっていうのののののっうううはせいぜいフィクションの中世の世世界界界ととととスポーツの世界ぐらいでであと格闘技とかそういうところろむしろね戦わないってことが大事だっていう、そういうフェーズに来てるんですよね。いかに戦わないかっていうところで、もうとっくの昔にそうなってるんですけど、遡って考えると、格闘技とか武道とかっていうのも、極めた人ほど戦わないってことに触れていくっていうね、柔らかくなるんですよね。硬く,くなる、強くなるじゃなくて柔らかくなるが柔道ですよね。えー、合気道ですよね。相手の動きを利用したりとかするっていう風に。 にししててて柔らかくくななっっいくといいと最終的には何もしないっていうのが武道のが究極ですよねつまり、俺たちね、国のレベルでそこまで来ちゃってんじゃないかというね、いかに戦わないでやり過ごすかっていうことが試されてるとか、いい政府っていうのは、やり過ごせる、時代の混沌の中でやり過ごすことができるのがいい政治だと思うんですよね。で、俺たちが選ばなきゃいけない政治家っていうのは、そういう政治家なんですよね。そうすれば巻き込まれなくて済むんで、だったらのらりくらりやった いいじゃないかって思ってたら本当 本当に沖縄はずっっとそれをやってきた歴史があるわけですよ、ね、中国と日本と東南アジアに挟まれた小さな島なんですよね。ここを狙おうと思ったら簡単に落とせるような場所なんだけど、どうにかこうにか琉球王国はしばらく続くわけなんですけど、どうやって続けてたかっていうと、外交だったんですよね。歓迎してたんですよね。文化で。だからつまり、ようこそ中国の皆さん、ようこそ日本の皆さん、ようこそ東南アジアの皆さんつって宴をしてた琉球城みたいな島だったわけ ですよね沖縄って。それによって、それぞれの国の混沌もやり過ごしていたっていうね。まあ、当然、それが長く続かなくてね、途中で島津が入ってきちゃって、江戸以降とか、あともしくは大変予選層でもひどい目に入りましたけど、それは沖縄が沖縄をやって、そういった政治をやってたからではなく、それはもう大航海時代に証明されちゃってますけどね、小さな力のない島だったら、時代によってはもうどこにも抗えないことはある。だけど、ある程度はなんとかなると。で、今時代が巡ってグローバリズムの世界になって、 で日本列島そのものがかつての沖縄のような立場にいるわけですよね中国がこれだけでかくなってくるともう大国と大国の間に挟まれた沖縄のような日本なんですよで、これどうやってしのいでったらいいかって言ったら沖縄理論でどこまで外交でのらりくらりと逃げられるかっていうところしかないんじゃないかと思うんですよね僕はそういうふうに思って おりますで、これ、僕、昔ディスカバリーで言ったかもしれないんですけど、沖縄の友達にすごい言われたのが、まあ、僕が漫画でうまくいかなくって焦ってる時に、山田あの、4ンナーヨンでなーって言われたんですよね。ヨンナ4ヨンっていうのはもう残りましたね。4ンナーヨンっていうのはゆっくりゆっくりでいいんだよっていうことなんですよね。ゆっくりけよっていうことを言ってくれた友達っていうのはすっ とにかく焦りますからね。勝たなかったら終わりだとか、成功しないとおしまいだとか、負けた奴は自分が悪いんだ、努力ができてないんだ、馬鹿なんだとかっていう、そういう自己責任の世の中で、4ナー4ナって言われると、多少の失敗したところで、なんとかなるからゆっくり行け。まあ、ナンクルナイスーも有名ですけどね、なんとかなるんだっていうのと。あともう一個、彼らは100点を目指そうとしないっていう感覚があって、だからレンタカーすぐ来ないんですけど、4ナー4ナなんで、定芸定芸ですね。これは九州の人たち、いや、定芸,定芸っていうのも使います 適当っていうことです。いんようなと、テゲテゲっていうのは、本当に今の内地の連中とかな、日本のほとんどの人たちが失っちゃってて、もう焦ってギリギリのところにいるじゃないですか。適当じゃなくて100点目指そうとするんですけど、これは本当に苦しむんじゃないかなと思って、まあ本当にそれに助けられております。